さんのコーナーですね。ただいまヘッドホン装着はい、すいません、メイチマミガミです。あ、どうもこんばんは。ですね、今日は見本ないんですが、ないんですけれど、あなたが艶やか。ありがとうございます。綺麗な色、なんかもうピンピンですよね。ピンピンで、うん、マゼンダーピンク。あ、なんかね、紫ピンク、ね、実はこれ帽子お揃いなんです。ほんと今日かぶってきたの？いや、かぶってきてないです。あの、いやー、シーズン的にちょっと違う。おしゃれそうなんです。濃い色似合う。あ、そうですか、ありがとうございます。うん、ちょっとなんかあのだいぶ前に買ったんですけどね、うん、なんとなくずっと着れる感じですよね。私ブログでさ、あのこの間言ってたあの家紋、はいはいはい、見た見た。あ、そうですか。 3D だっけ。はい、そうです、そうです。ありがとうございます。おそれあれ、ありがとうございます。なかなかないよあれ。あ、本当ですか。ありがとうございます。怒られましたね、この人も。これもう映画と言われてもう俺が乗っちゃうからね。そうなんです。あれはなんかその結構小さいんですけどね。あ、小さいんだ。そうなんです。これぐらいなんですよね。え、全体のどのぐらいこの辺？全体で A4 の半分の大きさが A5。A5 か。はい。A5 サイズぐらいの中の、中で周りにフレームついてるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、その中に真ん中に家紋で 3D で出して。家紋自体が 3D なんですね。そうなんですよ。で、こっちの方の右の方のが、ピンポンマムっていう、あの、菊の、あの、ブリーザブルフラワーを使って。あれ、かわいいよね。はい、ありがとうございます。で、後ろに竹を、ブルーの竹を。あ、なんだろうと思ったら竹か。そうなんです。ブルーの竹、細い竹を入れてアレンジしてるんですけど。かっこいい。おしゃれ。わ、わって感じだよね。お客様に何色が、あの、お花何色が好みですかって聞いたら、ブルーと白、あ、ブルーと赤って言われてしまって、ブルーのお花と赤のお花両方入れるとちょっとなと思って、うん、で竹でブルーをちょっと使ってみたいな感じにしてみたんですけど、うん、そうなんですよね。なんかちょっとお正月っぽくなっちゃうんですけれど、え、でも家紋だからさ。そうなんですよ ね、 ね、そうなんですね。ちょっと和風だけれどモダンな感じにっていう、うん、なんとなくコンセプトで作ってみたんですけど、うん、あまり家紋で、ね、あの改築祝いってあの新築祝いですか、うん、とかって差し上げる方いないので、ね、多分他にいただいてはいないはずなんです。かぶってはいないと思うんですよね。うん、なんかいろいろとちょっとみんなであげたりしたら本当に綺麗に残るしね。そうですよね。なんかなんだろうって話のネタになりますよね。なるなる。うん、どこにもないやつだからね。うん、そうですよね。で、これこ今はですね、今度あのお中元に、うん、あの高円寺にデズ、うん、ジェラート屋さん、高円寺、あ、ある高円寺の、あ、ご存知ですか、高円寺だって、朝早だから、あ、高円寺も遊びに行く。そうなんですね、うん、高円寺 の、 あの商店街の中に沖縄料理屋さんのピーダってお店があるんですけど、そこのジェラートがすごい滑らかなんですね。で、沖縄食材を使ったジェラートを使っていて、黒糖チョコレートとか、うん、なんかパッションヨーグルトとか、うん、ね、美味しいんですよ、とっても。で、それがお中元ギフトみたいな感じで、あの、あ、ジェラードが、はい、あるんですね。まあ、お中元でなくてもずっと年がら年中あのギフトではやってらっしゃるんですけど、で、それで8個入りのギフトの中に端っこにちょっとお花のアレンジを入れようかなと。へー、はい、今ちょっと、はい、なんかあのちょっと南国風のお花を入れようかなと思ってるんですけど、あのプルメリアがずっと欠品 で、 でプルメリアを本当は入れたかったんですけど、うんうん、あの仕入れ先に聞くとプルメリア今取れないらしいです。へ、ね、何が起こってるんでしょうね。ハイビスカスあるんですけど、ハワイアングループが返しねえ、すごいですよね。なんかプルメリアが取れないらしいです。あ、そう、そうなんですよ。なので今プルメリアはないので、まあ、ちょっと他に代用するものないかなと思っていて、でもなんかちょっと今多肉植物とか流行ってるので、あのアーティフィシャルフラワーで、まあ、冷蔵庫みたいな要冷蔵のやつで宅急便で送られてくるので、中を開けるとあのちょっとお花が、はい、グリーンのとかオレンジとかのちょっと南国風のお花のアレンジが入ってる面白いギフトにしようかなと
いろんなこと考えてマミちゃんが考えたのそれ。いや、なんかね、そのティーラさんから、うん、そういうお花と一緒にコラボしませんかって言われて、ちょっとやってみようかな。長くやってるといろんなことができる。そうなんですよね。ちょっとまあなんかね、それもご縁ですからね。ね、ほんとほんと。ね、何でもちょっとやってみようかなと思って。はい。お中元ギフトにぜひって感じです。ティーラに行けば買えますよって感じなんですけど、多分まあ来週ぐらいから買えると思います。そう、はい、ちょっと自慢しに行こう。これ作ってる人知ってる。言ってください、言ってください、言ってください。そうなんです、そうなんです。なので、あの12個入りのアイスの一番端っこだけにちょっとこうお花が入るかなみたいな感じになると思います。食べて、はい、食べて飾ってね、みんな楽しめる。そうなんです、すごい滑らかで美味しい、あのアイスなんで、ジェラートもぜひ食べたくなってきちゃった。食べてくださいみたいな。はい、あのお食事もすごく美味しかったです。はい、ぜひぜひって感じです。ルージュブランよろしくお願いします。そうだよ、いつ言うのかなと思って。そうか、マミちゃんバイバイって言ってるじゃなくてね、ルージュブランです。言わないぞこれはと思って危ないとこでした。、ね、ルージュブラン、あのリザーブダフラーで検索したら出てくるのでよろしくね。せーやってきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。